こんにちは、ナミさん。今回はですね、サラリーマンの時給が大丈夫ですかってことですけども、サラリーマンさんであっても給料があって、こちらの方に副収入があってね、まあ雑所得で計算してると思いますけども、これが昨年対比 50% 以上の落ち込みをトータルでしていれば、これは時給 OK ですんで、よくよく計算してみてほしいなと思います。でちなみにですけども、ナミさんもちょっと言われてましたけども、サラリーマンをしながら自分の会社をやってる場合、こっちの会社でも時給できるし、もしかしたらこちらのね、自分自身でも自給できるというね、ダブルがありえますんで、その辺も、まあ、加味してですね、自給できるものは自給していただきたいと思います。ということでね、この持続化給付金に関しましてですけども、自分が該当であるってことを気づいてない方がいらっしゃいますんで、私はこういう立場なんですけども、どうでしょうかっていうふうなところから、クエスチョンをね、始めていただければと思います。そうすると、あ、可能性あるんだ、もしくはないんだってことが分かって、もし可能性があるということでしたらね、じゃあどのような手続きを踏めばいいのかっていうふうな次の段階に進むわけですよ。でこういうのって書類がきっちり出ればもう OK なわけなんですよね。もちろん偽造した書類はダメですよ、インチキ書類はダメですけども、きちんと正直に記入したところ、それが受給要件に達していれば誰でも機械的に振り込まれますからね。ですので、ここはチャンスを生かすためにもね、ズルはダメですよ。ズルはせずに正々堂々と取り組んで、そしてね、時給をかけていただきたいと思います。今回の感染症騒動では、もう誰一人ね、例外なく被害に遭ってると思いますんで、そのための救済措置ですから、個人事業主に100万、もしくはこの雑所得の方はね、100万、最近の企業2020年1、2、3月の企業の方は100万と。で、法人の方は最大200万って形になってます。で、今回の持続化給付金が、もしね、そのまま実行されるようでしたら、今度、家賃給付金っていうのもね、受けれますんで、こっちはね、600万がマックスになってますんで、実はこっちの方が大きいなと思います。ナミさん、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。